まさに世界の中心で愛を叫ぶ。皆さんおはようございます。奇跡です。今日ですね、私現在ただいまエクアドルは首都のキトに滞在中でございます。前回動画でですね、旧市街、キトの旧市街に行きましたけども、惹かれるものが、まあ、なかったっていう感じですかね。はい、まあ、今日はね、逆に打って変わって、まあ、エクアドルといえばもうガラパゴスか赤道かみたいなところありますよね。今日はね、赤道の方に行ってみたいと思います。はい、まあ、今回ね、ガラパゴス諸島はね、行かないんで、まあ、予算の都合上プラス、まあ、これは老後の楽しみと、完全にガラパゴスは老後の楽しみにとってあるんで、赤道の方に、まあ、世界の中心と言われてるところですね、そこに行って愛でも叫んじゃおうかなというふうに思っております。ということで皆さん、今からね、ちょっとまあ時間も時間なんで、急がないといけないということで、今から、バスに乗って1時間半ぐらいかかるんですよ、僕のとこから。なんで、ちょっと急ぎ目で行きたいと思います。それでは皆さん、チャンネル登録高評価何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もレッツゴー。はい、ではバスをなんとか捕まえられたので、バス乗って1回乗り換えかな、1回乗り換え40分ぐらい乗るかな、ちょっと長いですけど、はい、まあ安全に行きたいと思います。エクアドルの街並みこんな感じです。まあなんてことないっすね。はい、ということで2回目の乗り継ぎのバスもですね、無事、成功しました。なんかすごくいいタイミングでね、バスが来てるという感じで、まあ、もうすぐですね、予定よりも30分ぐらい早く着きそうなんで、結構いい感じですね。とりあえずね、ちょっとお腹減ったんで、それ着いたらまずご飯ですかね、まず飯っすね、やっぱり飯っすね、最初は。はい、なんで、まあ、着いたらまずご飯を探していきたいと思います。じゃあそれまでバスの景色を楽しんでいきます。すげえ山。まあここも標高 2800m だからね、まあまあ高いけど、なかなかいい景色だな。なかなかね、いい景色じゃないですかね、山見ながら。すごいここら辺は平和そうだ。うん、到着いたしました。ということで皆さん、いやすごいすごい、マジで景色、この山に囲まれた、しかも雲が近い、ここが皆さん、キトの、まあここじゃないんだけどね、もうすぐ、もう僕の目の前にも見えてるんですけど、赤道のモニュメントがあると。今からですね、そっちの方に歩いていきたいんですが、まずはやっぱりご飯、何にせよご飯が食べたい僕は。ご飯屋さんをね、探して行きたいんですが、まあちょっとやっぱ観光地価格厳しいということで、安いご飯を探していこうというのが、まず僕のファーストミッションですね。ファーストミッションですね。ここら辺絶対高いもんな。まあとりあえず、あ、なんかありそう。ちょっと行きますか。ちょっと行こう。はい、ということで、早速最高のご飯を見つけたんで、食べていきたいと思います。で、どんどん家に、あ、それでハポン、ハポン、し、し、コロンビア、コロンビア、ナイス、ベナ。ということで、じゃあこの辺でご飯食べていきたいと思います。いや、めちゃくちゃいいとこ見つけたわ。ということで早速ね、愛席食堂ですね。はい、みんなでご飯を食べると。到着、クソうまそうじゃない。あ、お願いします。クソうまそうじゃない、これ肉とプラタノとご飯とサラダ、これ絶対うまいのよ。じゃあいただきます。エクアドルのやっぱ味付けセンスいいっすね。相当うまい、これめちゃめちゃうまいよ、これ本当に。うん、でもサラダがあるのもいいよね。
うまいんだよ。この肉がうまいんですよ、セルド。よやりやはぼん。コロンビアの。よしコロンビアの。でコロンビア。で、コロンビアの。ああ、で、どんで。フロレジアがけした。スルデルパイス。ああ、アマゾニア。アマゾニア。せい。アマゾニアの方に住んでる方なんですね、コロンビア。で、一緒にご飯を食べていきたいと思います。マミン、こうやって食べると一瞬、一瞬で声を割れました。ここ、うますぎる。シェテオラレ。じゃあ、お会計してね。行きますか。お会計しましょう。あ、エセ、ドッセドッセインカンタム。ガシャス。ごちそうさまでした。じゃあ、行きましょう。グラシャス、アミゴ。ムチグッソ。ムチグッソ。はい、ということで、ご飯食べ終わったんでね、さあ、本命の目的地に向かっていきましょう。いや、見てくださいよ、このアンデス。アンデスに囲まれたこの場所、すげえよ。ということでね、まずこの赤道のモニュメントとかそういう系に入るには、まあ入場料がかかると、まあ通るには代償を払えということですね。ただいまからチケットを買いたいと思います。ここっすね、チケット買います。オラベナスターです。はい、ということでチケットゲットです。オラベナスターです。グラシアス。あれがモニュメントですね。あれがモニュメントで、このエクアドル、この木とで、この公園はスペイン語でミタデルムンドっていう名前なんですよね。で、どういう意味かっていうと、世界の中心。かっこよ、かっこよ、世界の中心だって。俺今世界の中心にいるの。おいおいおい、マジかよ。ついに来ちゃった、奇跡の日々。なんと世界の中心に来ちゃったってやつ。テンション上がるね。テンション上がるって。もう赤道とかなんてさ、そんな来ると思わなかったもん。あれだよ、あそこにそびえ立つ世界の中心モニュメント。あ、でもいいね、人全然いないの。人全然いないの、素敵。わー、なるほどね、これが方向を指してるのね。はい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 、日本の皆さん、100,000,万,10万,144万5211km、向こう行ったら、日本ですね。でシドニー、あ、オーストラリアね、僕友達いっぱいいるんで、シドニーの皆さん、あちらです。あ、リオデジャネイロ、ブラジルにもね、僕友達がいるんで、ブラジルは向こうと。ロンドンですね、ロンドンと、あ、こっちはあ、リオデジャネイロ。なるほどね、いやすげえな。じゃあ、まあまずはね、モニュメントまで行きますか。 あちらこちらにあるわ、グアテマラな。これは中央アメリカのとこですね、セントラルアメリカ。ルイス・ゴディン、うん、誰だろう、ルイス・ゴディン。こう人の像がいっぱい立ってるんですよね、名前付きで。でーん、バチかっこいいじゃん、バチかっこいい。いや、ちょっともうちょい、もうちょい近づきますか。ここだ、この正面からのモニュメント、すげえ。まあでもぶっちゃけなんですけど、実際ここは実は世界の中心じゃないっていう、はい、世界の中心になってるんですけど、実際にこの計測、当時計測した時は、ここは世界の中心だったんですよ。でその後に、フランスのどっかの会社だっけな、ちょっとテロップ出します、ね、が、まあ調べるね、まあまあ、改めてその計測をしたところ、改めて観測したところ、ここはちょっとずれてたと。だけどまあもうこんだけね、でかいモニュメントと公園を作ってしまったので、まあひとまずここを中心としてるっていうような感じらしいですね。面白い、適当すぎでしょ。だ、これがモニュメントっすね。ということで、僕は今ですね、地球の真ん中、こっち北半球、こっち南半球ですね。境界線に、境界線に立っています。やっぱここね、世界の中心に来たら何をするかって、愛を叫ぶんです。まさに世界の中心で愛を叫ぶということで、ですね、ただいまから僕は愛を叫んでいきたいと思います。まあ僕もですね、まあこう見えて、まあ愛すべき人がいるということで、まあそのね、愛すべき人に向けて、愛のメッセージをここで届けたいと思います。いつもいつもありがとう。僕は心の底から I love you, I always love you。 またすぐに
会いましょう。アスタラエゴー。はい、ということでね、まあ愛を叫んだと、まあ叫んだというより囁いたって感じですかね。やっぱりまあ周りのね、あの人もたくさんいるんで、あの迷惑だけはなりたくないんでね。はい、でっけー。ここは何なんだろうな。オラ、ベラスターです。え、エステオラデスカレラス。オッケー。ということで、じゃあ、このモニュメントの中にね、入っていきたいと思います。このモニュメントの中は博物館みたいになってるんだね。ああ、先住民族、民族のあれだ。アマゾニアだ。アマゾニアの、なるほどね。確かエクアドルは国土の 70%、75% だっけぐらいがアマゾンなんですよね。確か。間違ってたらすいません。大規模がもうアマゾンなんですよ。もうめちゃめちゃでかい。トップまで、モニュメントのトップまで登ると、こう上から見れるんですね。こういう地球儀かな。ゲーアンデスに囲まれてる。面白い。じゃあちょっと下降りましょうか。いや改めて立派よな。改めて立派。でけえ、でけえっていうかかっこいいな、このモニュメントは。これはかっこいいと思うわ。さすがの僕でもこれはいいと思いますね。ではですね、まあここがね、まあ、さっきも言ったように、ここは今あの本物の赤道じゃないんですよ。ここは本物じゃないんで、本物のところがもう一個別の場所にあるんで、じゃあそちらの方に次は行ってみましょう。ここですね。ここがまあ本物の赤道の中心のところですね、の入り口ですね。ま本物なのに道なんとかせえ。いや、まあわかるよ。向こうね、先にあんなでかいの作っちゃったから、まあここがおろそかになってしまうのはわかる。いやでもだろ。いやでもでしょこれ。まあ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 、こういうのがね、まあこういうのが逆にみたいなとこあるよね。てなことで、まあこの道をまあしばし歩いていきます。あ、秒っすね。あ、もう見えたわ。あ、すぐっすね。すぐあるんで。もうここら辺の人もね、世界の中心に住んでるってことってことでしょ。天竜人やん。天竜人。ここら辺の人たち天竜人説ありますね。ちょっと気をつけます僕。はい。まあでも天竜人ではなさそうっすね。ちゃんとこう結構ノーマルな生活が見えるんで、洗濯も干してたりとかノーマルな生活見えるんで、ここは天竜人ではなさそうっすね。大丈夫そうっす。はい。ってなことで、着きました。ここっすね。ミューズドインティアン。さすがインティーですね。インティ、やっぱ太陽ですから、はい、まあ、太陽に一番近いっていうね。なんかちょっとこうジャングル系な雰囲気を出してくるこの道、悪くないっすね。さあ進んでいきましょう。 あったあったあった、エントラーだ。そう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 、こういうのをね分かりやすくやってくれてるところいいっすね。こちらですね、エントラーだ。いやこっちだよね。こっち、いやこっち、こっちか。あー、ついた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 。あ、5ドルだ。あ、5ドルかかるの、マジ。あ、5ドルかかるっす。さっきも5ドルかかったんですけど、ね、ここもなんだ。あ、別々なんだよ、マジかよ。まあ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 、あまりねそういうこと言わない方がいい。あまりそういうこと言うとね、あれがあれだから。はい、入りました。おお、これだ。これが本物じゃね。あ、これ本物だ。これが本物の赤道、世界の中心。皆さん、ここは世界の中心ですよ。ゼロ度だもん。あ、ここか。はい、ということで、中に入ってチケットを買いました。まあさっきねちょっとチラ見しちゃったんだけど、なんかこの 5ドルでしたね。5ドル払うと英語のガイドさんがついてくれて、この中をいろいろ説明してくれるらしいですね。であと10分後にツアーが始まるっていうんで、まあおとなしく待っていこうかなと思います。はい、ということで、赤道本物のツアーが始まります。ということで楽しんでいきましょう。ここ
赤道記念ミュージアムでは赤道についてだけではなく、アマゾンの方々の暮らし、アマゾンに生息する動物たち、かつて彼らがどのようにしてアマゾンの中で生きていたかを詳しく説明してくれます。ここには当時の様子を再現した家や武器、動物の剥製などかなりリアルなものを見ることができます。That's not even the full size. This is the middle size. Really? The maximum size of an anaconda, it could be 9 crazy meters, which in feet is 37 about feet. Okay, that's impressive. But anyway, they are not the largest snakes alive. 今までテレビとかで見ていたアマゾンという世界に少し近づくことができます。もし皆さんがアマゾンのジャングルに行くことを考えると、ここで少し勉強していくのもすごくいいんではないかと思います。さてアマゾンについての紹介が終わると、いよいよ赤道についてです。ここは本物の赤道が通っている場所であり、ここにも同様にモニュメントが建てられています。どう考えてもさっきの間違えた場所に建てたものよりしょぼいですね。このように昔の人々は太陽の位置によって時間を確認していました。この時計盤が実際に使われていたものです。ここから今の時計に進化したと考えると改めてすごいですね。残念ながらこの日は太陽が出ていなかったので、実際にこの文字盤を使って時間を確認することはできませんでしたが、皆さん訪れた時に晴れていることを祈りましょう。面白い光景が見れるかもしれません。もちろんここ赤道の上では不思議な体験をすることができます。赤道の上だとそのまま沈む。 To go first, north or south? South. これが南半球になると、南半球がこっちだ。時計回り。 Which way?皆さんお気づきでしょうか。この現象は僕らの日常にも身近に潜んでいるんです。そう、北半球と南半球ではトイレの水を流す際の方向が違うということ。普段そんなとこ見ませんが、つまりそういうことなんです。僕は今までそんなことを気にしたこともなかったので、とても面白い発見でした。そして赤道の上といえばあれが立つんです。そう、卵です。なぜ卵が赤道の上だと立つのか、説明できる方はいますか？むずいな。知っている方もいるかもしれませんが、ここで僕が解説をしていきたいと思います。僕たちが住んでいる地球は1日に1回自転をしていることは皆さんご存知だと思います。つまりその回転によって遠心力が発生し、その中心ということは赤道が最大になるということです。地球を1回転させた時、 A と B の移動距離を考えると、 A はほぼ移動しないのに対し、 B は最も長い距離の移動をします。当然同じ時間で A と B は1回転するので、距離が長い B が速いスピードで移動する必要があります。遠心力においてスピードが速い方が強い力がかかるので、 B にかかる遠心力はA よりも大きくなります。つまり A は極地、 B は赤道なので、赤道にかかる遠心力が
最大ということです。そしてこの現象によって卵の重心と地球の遠心力、引力の3要素が一直線に並んだとき、つまり卵の重心が赤道直下にあるときに卵は立つというわけなんです。ちくしょう、できなかった。あとでもう一回やろう。さらに他にもここ赤道の上でしかできないさまざまなアクティビティを体験することができます。一緒にツアーに参加している他の方とも仲良く楽しくできるツアーとなっておりますので、皆さんぜひ来てみてはいかがでしょうか。最高に面白い体験ができることは間違いないです。歩けないっすよこれ、歩かれへん。そんなことある？ここの赤道の上、この赤道の上ほんまに目つぶって歩かれへん。今のはこうもう笑いとかじゃないですね、はい、もっと面白いんだ、もっと面白いことできるんですけど、今のはマジリアルっす、はい、信じてください。みんなもぜひここに来てやってみてほしい。バランスが取れないからマジで。なんか卵立てられるとあの証明書もらえるんですよね、はい、まあちょっと卵の証明書を獲得して帰ろうかなと。せっかく5ドル払ってるんでね、はい、5ドルを取り返すにはやっぱりこの証明書を持って帰るっていうことですね。終わりですね。とりあえず終わったんで今から卵をもう一回やりに行きたいと思います。ニック、ニックが案内してくれました。 Thank you ニックということで、もう一回卵をチャレンジしていきたいと思います。いやこれ絶対やりたいっしょ。だって俺このために来たみたいなのあるからね。ちょっとマジでやるぞ、卵やるぞ。クララが立った。卵立てた。クララが立った。奇跡。 K-I Where they write it like okay. Okay. Man, where I will get it. Yes. Dale Dios.Como 15 minutos intentando. Your last name too. Your last name? Yeah. Yeah, certificate. Congratulations. Wow. Gracias. You have to do it. You're welcome. Gracias. Happy New Year. Happy New Year. Yay. 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 あの、卵立てたんで。卵立てた、yeah. 卵立てた。Hey, happiness, happiness. Weibo. 卵立てられたんで証明書もらいました。やばくない？クララが立った。僕はあいつをクララと名付けたんでね。クララが立ちました。うわー最高。マジ嬉しいわ。クソ嬉しい。ありがとう。ありがとうございます。いやーめちゃめちゃ楽しかったっすね。はい、アマゾンのことを学べて、赤道の上での力のねかかり方とか、あの水の流れとかね、そういうのも知れたし、なんと卵も立てられたしね、めちゃめちゃ楽しかったわ。いやよかった。いやいいツアーに参加したな。5ドルでこれめっちゃ楽しいわ。でこれエクアドル来たらここね飛ばすべきではないと思う。うん、旧市街行かなくていいから、ここはね来た方がいいと思う。マジで結構面白いです。卵めっちゃ面白いわね。え赤道の上だと歩けないとかね、目つぶったらマジで歩けないからね。いや面白い。てかね、まあ途中途中なんだけど、こう僕ね、まあ英語言ってることは理解できるんですけど、そのたまに難しい単語出てくるんですよ。やっぱ知らない単語勉強ですね。はい、いや勉強になった。これちょっとまたこう英語を勉強するモチベーション上がりましたね。やっぱそういうなんだろう、日常会話では使わない単語じゃないですか。そういうのも出てきたんでね、はい、もうこれは改めてもう一回勉強ですね。勉強のマインドを与えてくれたことも感謝ですね。いや面白かった。
地球の中心にいたんでね僕。ということで、まあ今これツアーが終わったんで、ちょもう一回ね最初の方のモニュメントの方に戻って、お土産屋さんとか結構あったんでちょっとチラ見させてほしい、ちょっと。ということで今から戻ります。すぐなんでね、ちょっと戻ります。はい、ということで、まあ結構存分に楽しんでると、この地球の中心でね、あ違います、世界の中心ですね、世界の中心でだいぶ楽しんでるんで、まあちょっとねお土産屋さん結構あるんですよ。まあさっきも言ったんですけど、お土産屋さんがね結構あるんで、このお土産屋さんでちょっと、見ていこうかなと。なんで結構ねエクアドルとかねコロンビアの色が好きなんですよ。黄色と青とか、あ黄色と青と赤とかね、黒とかすごいいいカラーバリエーションなんで、ちょっと見させて、興味ない人もいるかもしれないけど、ちょっと見させてお願い、ちょっと見させて。わあこういうね、いやだからさこういうのもさ全然いいよね。 I love New York より、ニューヨークをディスってるわけじゃないけど、 I love New York よりは全然いい。多分みんなもらって喜ぶ。あーエステアルパカセーター、あーアルパカのセーターだね。エステアルパカパカコルタ、あーナイス、イエステスラガ、いやいいね、オーバーサイズ、かっこよ。いや試着させていただきます。あーノータビン、いやいやいNo, maybe M, because it's oversized. Oversized. Yeah, you put inside with sweater. Ah, okay. Yeah. Es el cuánto? 39. Mm-hmm. $39. Yeah. I have a discount. No, I just have the $20 right now. Oh. Sorry. 35 is the last price. Yeah, I know. Yeah. Este alpaca. ¿Todos alpaca? No.コットン、はい、アルパカ、アルパカ多分。なるほど、めちゃくちゃいいな。いやちょっとマジで欲しいけどな。欲しいけどガチで今お金がないっす。エステ、あエステ。ビーパー、あは。ディエンテチーボ、ガチョデルチーボ、イダガ。ああ、わあ、オーマイガー。ナイフ、ナイフね。これで人を攻撃できるようにね。なるほど。うん、あはん、あはんじゃないけどね。これは、まあ、あれですね、やあれ草吸うやつですね、はい、草吸うやつ。いやいいよな、このワッペン系いいよね。こういうのをさユニクロとかでさ T シャツ買ってさ、こうペッて貼り付けたりしたらさ、めっちゃオリジナル T シャツだよね。やっぱこの色合いとさ、このマークがかっこいいんだよね、エクアドル。いやいいね、こういうショットグラス、アマゾニックな感じ。いやこういうのいいよね、お土産で。やっぱり絶対こういうのとかさ、ショットグラス系いいよな。こういうの持ったら面白いっしょ、飲み会宅飲みでこういうの使ってたらいいね。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか、今回の動画。まさか世界の中心から皆様に動画をお届けする日が来るなんて僕は思いもしなかったですけど、いやでも最高に楽しかったですね、めちゃくちゃいい。結構ねエクアドル、まあ飛ばす人、まあ南米旅でエクアドル飛ばす人、まあ大体こうガラパゴス行って終わりみたいな人いるかもしれないけど、ぜひねちょっと帰途のここの赤道のこのモニュメント、この赤道記念碑のところには来てもらえると、ね、めっちゃ楽しいと思う。あの卵立てるやつとかね、赤道の上でのこの体験とかはめちゃくちゃ面白いです。なのでぜひ皆さん来てみてください。まあ、よかったです、ああいう卵のやつとかでまだ楽しめる年齢でした。はい、非常に楽しかったです。今日はね、まあ世界の中心で、愛も叫びましたし、まあ今日はもう文句なしかなと、いい動画になったんじゃないかなということで、皆さん今日は僕ここですね、この世界の中心記念碑のところにある教会ですね。最後こちらのベルを鳴らして皆さんとお別れしたいと思います。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。 Bye for now.